ジョージ・ジャクソンは、アフリカ系アメリカ人の共産主義者で、ブラックパンサー等の指導者の一人。18歳の時ガソリンスタンドから70ドルを盗んだ、疑いで逮捕され、以後何度も仮釈放の要請を行ったが、いずれも拒否された。1966年、収監されていたサンクエンティン刑務所で出会った、WL ・ノーレンという囚人から、マルクス主義と、 もう卓東思想のイデオロギーを紹介された。同年、ジャクソンとノーレンはそれらの思想に立脚したブラック・ゲリラ・ファミリーというギャング団を書内で作り上げた。ジャクソンは独学で政治哲学や求心的理論を研究し、刑務所の環境を分析して、マルクス主義の立場から革命運動を呼びかけるパンフレットをタイプライターで制作するなどした。 また、アフリカ系アメリカ人の解放闘争を行っていた、ブラックパンサー等に入党し、機関紙、ザ・ブラックパンサーに論文を寄稿し、同等の野戦司令官となった。1970年1月16日、ジャクソンは、他の囚人2名と共謀して、脱獄を図り、監守のジョン・ブイ・マイルズを殺害した罪で、死刑判決を受けた。同年8月7日、 彼の弟ジョナ・サン・ジャクソンらブラック・パンサー党員4名がカリフォルニア州マリン郡のサン・ラファエル地方裁判所を襲撃し、ジャクソンの釈放を要求して、検事を人質に立てこもったが、1名を除く全員が警官に射殺された。1971年8月21日、ジャクソンはサンクエンティン州立刑務所から脱獄を試み、警備員により銃殺された。 1971年9月9日に起こったアッティカ刑務所暴動は間接的にジャクソン射殺が引き金になったと考えられている。ありがとうございます。